松島恒連は、宮城県宮城郡松島町に本店を置く、1327年創業の株式会社グレンヤが製造販売する米ー,ー。宮城県産の笹錦を薄い餅状にし、炭火で焼き上げたせんべいの一種である。ほのかに米の甘さがあり、口に入れるとすぐに溶ける。製法は、カズコ総伝で伝えられており、現在は23代目の星見のるにより作られている。 原材料はウるちまい、上白糖、食塩のみで、食品添加物は使用していない。昔、松島随岩寺の山道近くに住む家紋という符号が、西国三十三観音巡礼の旅の途中で、出羽国岐阜方の商人と親しくなった。別れ際、は、このまま別れてしまうには惜しく、親戚の関係を結びたいと、家紋の息子の小太郎と商人の娘の谷との、 婚約を整える。ところが、家紋が巡礼の旅から戻ると、小太郎はすでに病で亡くなっていた。それを知らない谷は、花嫁姿で家紋の元を訪れた。小太郎が亡くなっていることを知ると、両親同士が許した以上夫婦であり、命が尽きるまでふっつに使い尽くしたいと松島に残り、家紋夫妻に尽くした。数年後、家紋夫妻が相次いで亡くなると、 冥福を祈るのが残された者の務めと、なお紅蓮と改めにとなる。紅蓮は新月案を開き、備えられた米でせんべいを焼いて、村の人々に施した。これが松島恒連と呼ばれ、現代まで伝えられている。ありがとうございます。